キャリーバッグが私の頭に落ちてくるよこれ。はいさい。この夏、新たな挑戦を求めて沖縄の田舎へ夫婦で移住しました。築60年の米兵向け古民家で始まる新たな沖縄ライフ。リノベに DIY、離島への冒険など、大自然と共に生きる夫婦の物語をビデオブログで記録していきたいと思います。それでは本日も僕たちの人生にお付き合いください。ろくちゃんおはよう。よいしょ。はいおはよう。間引いしてんの。起きてた。うん。起きる？もう。うん。早いね今日。うん。起きよう。うん、寝癖今日ちょっと畑作業をやるからさ、うん、畑じゃない庭作業、うん、オブリガードで注文しようと思うけど何にする？いつものインチラーダプレートね。そうじゃあ俺はカルニタスタコライスにしようかな。これ結構美味しくてなハマってる、うん、肉とご飯たっぷりとって作業よ作業じゃあ注文してその間走ってくるわ。ストイックな、うん、畑作業の前に。最近太ったからね夫婦喧嘩した。4時間ぐらいずっと話してたんだけどさ、まあ別にそのなんだろう悪い喧嘩ではないんだけど、まあちょっと仕事のことで喧嘩した。くそ。今から本当は田植えを2人でするはずだったんだけど。喧嘩した。まあでも今日やらないといけないからとりあえずもう一人で一旦やるんだけど、もうカタツムリ踏んづけたよ手で、あもう蚊もいるしかし今日風強いな、めちゃくちゃ。大変だ、これ。で、これを今から植えていくんだけども、50センチ間隔で植えていくっていう話だったんだよね。で、これもまた前のブログで見せたと思うんだけど、3日ぐらいかけてここまで掘り進めたから、ちょっとずつここに植えていこうかなっていう感じで、頑張っていきます。ちょっと雨降ってきたんだけど、日が沈む前になんとか植え切れた。若干分かりにくいんだけどさ、この緑色のポツポツがどんどん増えていくっていうイメージかな。こんなにたくさん余っちゃったから、ちょっともう少しあそこの端とか、それから家の裏回ったところとか、もう少しこういう、なんていうの？新しい地帯を作ってそこに埋めていきたいと思います。ヤッホー。ヤッホー。なんか光の位置変だな、こっちおいで。眩しい。皆さん、はい、ご心配かけて、すいませんでした。仲直りしました。何だったん？あるよね、そういう時。だから何が？言葉が足らん私がいつでも。基本的にな。10必要なところを 0.2 ぐらいしか言わん癖がある私は。そうね。そりゃわけわからん。まあ変なさ、このなんかゴネゴネした喧嘩っていうよりはな、こう、まあ、仕事でこういうとこうなんか Vlog とかこういうの撮りたいのあったら言ってよとかな、うん、そういうところの話でちょっと揉めたな。すいませんでした、本当にすいませんでした。この動画俺さ、途中で撮れなくなるかと思ってた。いやー、どうしようかなってなってた。なんとかなってよかったよ。はい、以後気をつけます。いや、まあでもさ、喧嘩ってお互いに何かだからさ、まあお互いにいろいろ気をつけよう。今回ちょっと俺のミスもあって、ちょっとなんか、むやみあたりに詰めちゃったとこもあったような気がするからさ。まあ、はい、仲直り。はい。こんな戦友みたいな仲直りじゃないじゃん。どんなやつがいい？あ、はい、じゃあ見てよ、これ。これな。ほら、すごいだろ？すごいよ、ここまで。田植えが、見た？朝見た。ただ俺びっくりしたのが、ここ掘り返せば掘り返すほどさ、地中の中で雑草が生えてて、雑草地中の中で生えるんと思って。あ、その掘り返したやつがまた。そう、土の中で、そう。もう根っこだけ残ってたやつとかが、根っこからまた生えていって、土の中で葉っぱつけてたりして、お前らなんなの？何なのって言っちゃったもん。言っちゃったの。うん、何なのって。まあ、じゃあさ、残り植えていこうか。あ、いいよ。まださ、こんだけ残ってるわけよ。結構あるね。そう、半分近くぐらいかな。で、これ、全部こっち側にしちゃったらさ、まあ、ここ側からこう、ずわーっとここ側まで伸びてくるのって時間かかるさ。だからちょっと何箇所かコロニー作ろうと思って、なるほどね。ここら辺にコロニー作ろうと思ってんだよ。そしたらこの端の方までブワーって行ってくれるかな、みたいな。はい。こっちでやったほうがいいか。使い方分かる？分かんない。完全にテコの原理で、こうやるでしょ？ここにやる状態グリーンって持っていったら勝手に逆立てるから。完成。グリーンからの、ギュン！落とす。ヒュッ！脱力。シュッ、そうそうそう、そうしたらカットに刺さってあとドッてこみて、ああなるほどね、全く力いらない、振り込むようにブンとブンスタイル弱いやつ、どうですか、炎の髪を。いい感じ。いい感じですか。根っこ焼き切っておかないとさ、マジでこいつら地中で生えるから、うん、成長阻害するかなと思って。まあそうね。やった方が。根っこからしとけば勝手にあとは枯れて肥料になってくれるからさ。まあそんな雰囲気の作戦。知らんよ。俺園芸とかやったことないから。それが当たってるのかどうか知らんから、園芸好きな人からコメント欲しい。これで合ってるのかどうか。アドバイスかもしれない。燃やしてて全部意味なかったらガスの無駄やもんな、ただの。本当に。でも絶対何かしらこうやってやった方がいいと思うけどね。捕食系こんな感じ。あっちと同じようにこっち側もハゲ山にしたわ。なあちゃんま。マジで農家。でもさ見て、うん、メイク崩れてなくない？本当だね。超ウォータープルーフ。あれ言わんの、メイクのやつの使ったの何か。分からんのに紹介した分からんのに紹介したんかいな。じゃあということで、今日はここまでにしておいて、で明日ちょっと植えようかな。そうだね、うん、一旦この雑草の出た根をさ太陽に当てて枯らしたいんだよね。ということで、じゃあもう蚊に死ぬほど刺されたから中入ろうぜ。うん、じゃあこれに名前をつけてくれ。これ？うん、この料理。俺がな。うん。私的には鶏とブロッコリーと芋を炒めたものなんだ。ああ、いいねいいね。これ採用。これ？市役所に提出しに行こう。炒めたもの。市役所でいいのかな？生活課に行けばいいのかな？なんで市が承認するの？うん、寝てた？ちょっと待って。うん。お皿洗いありがとね。うん。ベッド行きなよ。うん。翌日。めっちゃ目に入った。大丈夫？風が強すぎてだな。大輔さんが退治されようとしとるやんこれで。眼球刺してくるかはいねえだろ。気をつけてね、これ使うとき。分かった。風がさ強い。大輔さんの死を無駄にしないわ。死んではいない。私はここにいる。生きてる。ただ目を閉じてるだけで痛いんだよ。痛いんだよ。もう洗った方がいいんちゃう。ていうか普通にそれ殺虫剤だし、洗っといで。殺虫剤これ。あ、殺虫剤じゃない。殺虫剤じゃもうなんか食うぜ。植えれたよーい。こんな感じで8株植えました。大輔さん、はい、終わったよー。お疲れ。こっちも新しく耕してるよ。すっごいすごいね。すごいスピーディーだね。かっこいい。よっしゃ、ここも終わった。いいね。ここに7個植えて、うん、全部で3つの場所からブワーって攻めていってもらおうかなみたいな。はい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 。そんな感じ。うまくいくかな。うまくいくといいんだけどね。ね。調査第1波やったやつら、うん、全部で結構3日ぐらいズレがあって、一番最初にやったところもう3日ぐらい経ってるんだよね。うんうんうん。こっちはね、こうなんか着実に定着し始めてるんだけど、昼間は全然光が当たらない場所があって、ここなんだけどさ。ああ、こいつ最初からね元気があんまりなかったんだよ。あ、こいつね、それを日差しがあんまり当たらないようなところに置いちゃうからさ。そうだね。なんかもう枯れてるんだけど、でもちっちゃい芽が出てるわけさ、いくつか。あ、本当。なんか僕行きたいって言ってるような気がして今頑張ってこいつを育ててるから、みんなもこいつの行く末を見届けてほしい。名前つけたら強くなれそうなピコマサ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 頑張れ。隣の見て、あ、この子はすごい元気じゃん。そう、ピコマサだけこんなことになってるからさ。ピコマサ頑張れ頑張れ、みんなも応援して。ピコマサ頑張れって、こいつの成長期も見守ろう成長するといいな。頑張れよピコだ、ピコ太郎じゃないよ、間違うなそっちは違うやつや。はい、ということでじゃあ、はい、ご飯食べよう。はーい、よし、撤収。無視やん全部。なんか楽しいのそれ。めっちゃ無視するあいつ。はい、水の補給するよ。はい。はい、上手出して。そうそうそう。待って、待って、これ違うって。どう入った？200ミリリットルぐらい。なんでかけなんなのよ。さっきかけたじゃん。だってやっていいやつはやられていいやつだけだぞ。